香川県道10号高松町尾大内線さぬき市昭和町尾中央交差点さぬき東街道は香川県高松市かすが町から東香川市に至る香川県道10号高松町尾大内線のバイパスである長尾バイパスとも呼ばれる現在は香川県道10号高松町尾大内線の県道本線として機能している香川県道10号高松町尾大内線は 古くから長尾街道と呼ばれ、国道11号などと並び、高松市と東山地方、徳島県方面を結ぶ南海道を、市道街道の支線として構成する地域の大動脈であった。しかし、街道として整備されたゆえに近辺には、学校、郵便局、銀行、農協、スーパーマーケットなどの民生施設や、警察署や役場などの行政機関が立ち並んでおり、 歩行者や自転車の往来も激しく、それゆえに信号機や横断歩道も多数乱立され、往々にして自動車との交通摩擦が指摘され続けていた。さらに、高松自動車道及び高松東道路の登場で、郊外地のモータリゼーションが進む中、地域の施設を使用する交通弱者と、豊島町距離移動や郊外商業施設の利用を行う自動車との 交通の分割のための大規模道路の必要性が生じた。この目的のために、さぬき東海道は、香川県道10号のバイパスとして建設された。従来の県道10号で頻発していた、渋滞の解消や新たな広域道路間線網の形成等を目的に、高松市かすがから東香川市町田入管を、全線完成4車線で結び、完成と同時に、 香川県道10号高松町尾大内線の本線として供与されるようになった。2019年5月31日に大内航空が4車線化され、これによりさぬき東海道の全線が4車線で供用開始された。括弧内は交差地点太地はショッピングモールあるいは複合施設。ありがとうございます。